7.63X25mm マウザー弾あるいはモーゼル弾あるいは30モーゼル弾はモーゼル C96 拳銃で使用するために1896年にドイツで開発された拳銃弾である。マウザー弾は1893年に設計された 7.65X25mm ボルヒャルト弾を母体に開発された。 7.65X21mm パラベラム弾とは開発国、開発時期と後継及びボルトネック型の外見が似ているため混同されることがあるが別の設計である。マウザー弾を使用する銃器にはモーゼル C96 とその派生型コピー品戦後に開発されたスイス製のベルグマン M20 など一部の短期間銃が含まれる。 現在 7.63x25mm マウザー弾はフィオッチ社、セリアベロット社、プルビパルチザン社で生産されている。7.63x25mm マウザー弾はソ連の 7.62x25mm トカレダンのベースにもなった。薬莢の寸法がほぼ等しいため両者には互換性があるが現在流通しているトカレダンの多くは 軟攻性のジャケットを弾頭に用いているため、特に、モーゼル C96 のような重心交換が困難な重機から、こうした軟攻ジャケットのトカレ普段を発射すると、重心内のライフリングの摩耗が早まり、重心の寿命を短くしてしまう。反対に、トカレ普段用の銃は、最初から、重心も消耗品と割り切った設計がなされ、重心交換が容易な設計となっているほか、 重心内に、クロムメッキを施して、対摩猛性を向上させるなどの工夫が施されている。冬戦争と、第二次世界大戦の期間中、フィンランド国防軍やドイツ国防軍は、ソ連製の短期間銃を、六角運用した。p p s h 4 1など、当時のソ連製短期間銃は 7.62mm、トカレ普段を用いていたため、代わりに、 可換性のある 7.63X25mm マウザー弾が配備された。例えば、フィンランド軍は100万発のマウザー弾をソ連製銃器で使用するために FN 社に発注したと記録されている。日本においては、海軍が海外から輸入した、米式自動拳銃や、スシキ自動拳銃といった各種短期間銃で 7.63X25mm マウザー弾を使用していた。 また陸軍では、満州事変やシナ事変で、モーゼル C96 を大量に六角したことから、現地部隊や関東軍で使用され、7.63X25mm マウザー弾も国産化された。1940年2月には、同拳銃が模式大型拳銃として、純正式制定され、1943年4月には、 同弾薬も模式大型拳銃弾薬実法として純正式制定された。ありがとうございます。